瞬間レシピマンジェこのコーナーでは旬の食材を使って簡単にできるまかないレシピを福田シェフがご紹介パスタで使った食材を使ってカナッペを作っていきたいと思います使う食材はこちら旬の椎茸を使ったカナッペ教えてください まずはニンニクとエシャロットをみじん切りに次、椎茸カットしていきます薄くスライスします軸も傘と同じようにスライス続いてオリーブオイルを引いたフライパンで桜エビを炒めますし次、椎茸 塩、胡椒、にんにく、エシャロット、パセリを加えて。さっと炒めたら、火から外します。トーストしたパンに、生ハム、しいたけのソテーを乗せれば、完成です。しいたけと桜エビのカナっぺになります。しいたけと桜エビの香りが、とても合う、ひと品となっております。